ヒトヨタケは、ハラタケ目、ナヨタケカヒメヒトヨタケ属に属するキノコ。従来は、ヒトヨタケカに属するとされて、キャプラネスアトラモンテリアス FR という学名が与えられていたが、分子系統解析によるヒトヨタケカの再編に伴い、ナヨタケカに移行され、首相名も変更された。ヒトヨタケの断面春から秋に、紅葉樹の枯れ木や埋もれ木に発生する不正菌である。 灰色で細かい輪片があり、はじめ卵型だがだんだん円が反転していく。ひだははじめ白色で、胞子が成熟するにつれ、胞子自体の着色のため、黒色に変わっていく。肉は白色、無味でややキノコ臭がある。柄は白色で、中空、不明瞭な唾の跡がある。成熟した小実体の傘は、周焉より中心部に向かって、 自己消化により次第に液化し、ついには柄のみ残し、人よで溶けて黒色の胞子を含んだ黒インクのような液溶かしてしまう。これが人よ竹の名の由来である。胞子の一部は空気中に飛散するが、大部分はこの液と共に流出する。英語ではこのキノコをインクキャップスと呼ぶ。人よ竹やささくれ人よ竹。 ナ長のヒトヨタケなどいくつかの禁煙種は腐った古畳や藁など腐敗した植物質によく発生する。漫画家、松本玲児が押し入れにしまっていたパンツに生いたキノコをサルマタケと称して自らの漫画作品の題材にしたり漫画家仲間の千葉哲也に食べさせたというエピソードがあるが状況から考えてこの仲間のいずれかである可能性が非常に高い。 液化する前の溶菌は食用になり美味であるとされるが、種類を飲む前後に食べると中毒症状を呈する。含有成分コプリンの代謝性生成物1、アミノシクロプロパノールはジスルフィラム様作用を持ち、体内のアルデヒド脱水素酵素を阻害する。エタノールは代謝過程においてアセトアルデヒドを経由して作産へと代謝されるが、 この作酸への変換に関わるのがアルデヒド脱水素酵素である。この結果、アセトアルデヒドが血中に蓄積するために、著しい悪酔い症状様の中毒症状を起こすこととなる。コプリンの作用が体内から消えるまで、食後1週間程度は飲酒を控えた方が良い。コプリンと同様のエタノール代謝阻害作用による中毒を起こす微妙なキノコとしては、他に、 固定しめじ、キララタケが知られている。中毒症状は通常は4時間以内に自然に回復する。食用されるササクレヒトヨタケにはコプリンは含まれない。さっと茹でてネギヌタや三杯酢、山椒やユズの香りの吸い物などに適する。特に脂質との相性が良いので大量に収穫した場合は肉とのバター炒めにしても良い。ありがとうございます。